渋川氏。渋川氏は、日本の氏族、武士。姓は源氏吉国中で、足利氏の一門。室町時代に、比禅、備禅、備中、秋、武禅、摂津などの守護職に任せられ、また、九州短大職を世襲した。足利将軍家ご一家の価格を有したほか、一族は、九州、関東、中国など各地に点在した。上野国渋川号、元。 群馬県渋川市には、もともと渋川市と称する一族が、平安時代末期から領主として存在したが、和田合戦で没落して、欠所となっていた。鎌倉幕府の有力ご家人、足利安氏氏には、はじめ正室として北条、名越朝時の娘があり、その間に、家主と剣士が生まれたが、後に大使はこれに変えて、 北条特捜家の時氏の娘を正室に迎え、その間に生まれた理氏、後より氏を着手としたため、長氏の家氏は、道の区国芝群、芝群を領して、別計を建て、その子孫は、室町幕府の有力守護代名を芝氏となった。自氏の剣士は、欠所となっていた、上野国渋川座と漁師、新たに、原生渋川氏を起こして義明と改名した。家氏も義明も共に、 北条時氏の子、阿蘇溜め時、執権、北条時よりの弟の娘を正室に迎えている。このように、渋川氏は、柴氏と共に、足利氏着流から外れたとはいえ、これに準じる血筋で、御家人として、別家を成したため、足利一文書家の中でも高い価格を有した。ただし、吉明の子である、渋川義春は、文永九年。 1272年に佐渡に流されている。翌年には許されたものの、この背景には二月騒動との関係が指摘されている。吉春の孫である渋川義樹は妹が足利忠義の性質であり、高氏忠義兄弟の六原短大攻略に従う。兼務の新生下で鎌倉将軍府が設けられると忠義に属して、これに出資し、 将軍府の重臣となった。県武二年、1335年7月、北条時行が反県無政権の兵を挙げ、鎌倉に進撃する、中仙台の乱と、義機はこれを打つべく出陣したもののれ、れ、22歳で、自害した。室町幕府二大将軍、足利義明の正室、渋川幸子は、義機の娘で、その弟直よりは、孔諸直の娘婿であったこともあり。 官能の上乱では吉明を助け、貧乏国密議軍に所領を得た。直よりの子吉行、母は、河ロナ直の娘は、貧乏守護に任命され、さらに南朝方の盛んな九州を平定するべく、九州丹大に抜擢されたが、その勢いの前になすすべなく、ついに九州へ上陸することなく、丹大職を更迭された。吉行の後の渋川氏は、 三つり系と万光系の二流に分かれる。吉行の子三つよりは、九州の南朝方を平定した今川両春の後任として、九州短大に任命されている。三つよりは無難にその職を務めたが、その後、義春の時に、将に三つさだと戦って敗退して、以降、渋川氏は衰退する。この頃、北部九州においては、古わない渋川市に代わって、 九州の幕府領代官を務める大内氏が小児氏を駆逐して勢力を広げていた。義春は筑後に引退したとされるが、この義教は短大職を譲られず、機内に戻った。九州を離れた義教の系統は、帰教すると、キラシ、石橋氏と共に将軍家身内の後継、子一家として重く偶せられた。義教は八大将軍。 足利義政の信任を受け、教徳の乱を鎮めるため関東に派遣され、新たに鎌倉久保に任じられた足利政友、義政の弟を報じて鎌倉を目指したが、政情不安のため、政友の鎌倉入りには失敗し、伊豆に留まらざるを得なかった堀越久保。義教は自身の子である義政を参観礼筆頭の芝氏の養子に送り込み、芝義政、 その軍事力を動員することが可能となった。こうして幕府から正式に認められた鎌倉久保、堀越久保の出事にして三官令筆頭家当主の実父となった義教は相当の牽制を誇ったが、後にこれに反発する大木谷上杉家との交渉に敗れ失脚する。また、義教の長期の転戦は渋川市の京都での影響力を減退させ、英少年間を最後に京都から 渋川氏は姿を消すことになる。義教の失脚後は子、養子友の渋川義隆が次、武蔵国蕨号、現在の埼玉県蕨市周辺下の蕨城を拠点として関東の諸勢力と対抗した。後に、蕨、渋川氏は、大木谷上杉家を下した後北条氏の参加に収まることになる。義隆の子、渋川義元は、 ご北上式家下のわらび上司として活躍したが、河の大合戦で、里見氏に打たれて滅亡。わらび渋川氏の一族労働は死産し、その多くが機能したとされる。ところが、その里見氏の文書に、正木賢治が反乱を起こした際に、安保国岡本城にいた、渋川相模氏が、賢治の誘いで離反したとする記述あり、反対にご北上氏の文書には本来であれば、 同族のキラシと同様の待遇、格式が見込まれるはずの渋川氏に関する記述がない。ことから、ご法城氏に、わらび城を奪われた後、同氏に従わずに、里見氏を頼ったとする説も出されている。また、義行の子である、渋川義長、なが、三持ちの系統も、義境よりも先立って関東に下った形跡が見られ、後世の関東には、複数の系統の渋川氏が存在したと、 考えられている。また、義春の弟、渋川四重は、九州短大食材人中の兄を助け、子孫は、非全国に残りかからしと名を変えて、戦国大名竜造寺氏や木村白に仕えた。義行のこの一人である、万光は、貧乏国三木軍に館を構えたので、三木殿と呼ばれた。万光の嫡男三忠は、重邸の渋川義俊から、 九州丹大職を継承し、以降は、三忠の系統が、九州丹大職及び非善守護職を世襲する。歴代丹大の宿命として、三忠も北部九州の伝統的勢力である小西との党に明け暮れることとなり、三忠は、その構想の果てに戦死する。三忠の後は、教授家、インシュゲルと丹大職を世襲したが、小西との長期にわたる構想で疲弊し、 弱体化。後に、大内氏の勢力が大きくなると、九州丹大は名ばかりの存在となり、渋川氏は、非前東部における一地方勢力に過ぎなくなった。その後も、大内氏のもとで、小西氏と戦い続けたが、やがて小西氏と通じるようになり1534年、天文3年に、渋川義長、渋川築地下が、大内氏に攻められ自害。 議長の後に、一族の渋川行健が、九州丹大を称して、大内氏に抵抗したとされるが、間もなく、筑前国佐原軍名の浜で戦死、筑前国属風土期した。なおも、渋川義元が、大内氏によって、九州丹大として擁立され続けたが、1555年、天文二十四年に最後まで残っていた、丹大領である名の浜が、大内氏に接収され、 これをもって、九州丹大渋川氏は終焉した。その一方で、渋川一族の渋川義陸は、所領の残るビンゴ国密機軍に本拠を移し、続く、渋川義政、渋川義光は、中国地方の覇者となった、元市営の元各省として偶された。義光の後の着流子孫の行方はわからない。この一族はかつては、九州丹大渋川氏の所流と言われてきたが、 今日では、ご一家渋川市の所流が、中国地方にも影響を有していた九州丹大家の所流を章だとする見方が有力になっている。この場合、ご一家渋川家の後ろ身が、わらび殿及び、三木殿となる。渋川市の所領は、九州、中国、関東だけではなく、各地に存在したため、その一族も広く点在した。江戸幕府の老中。 京都諸子大などを務めた板倉氏は、渋川義教の子孫で、三河に流れた板倉より主家が祖と称する。他に戦国期に活躍した渋川氏の流れを組むと、見られる人物としては、下野の小葉田城を拠点とした渋川義勝がいる。また、道の区の合津地方を治めた渋川氏も存在したが、こちらは、足なしに滅ぼされている。河内の渋川氏後の安井氏は、 畠山氏の系統であり、吉明の系統の渋川氏とは別流である。江戸時代に渋川春海が江戸幕府天文方に任命され、囲碁天文方は明治維新まで渋川氏の世襲となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。